はい、どうも、中野実験室です。引き続きジャンプの感想を話してみようかと思います。今回、感想を述べますのは、サイギクスオの災難、第267回最悪と最適の戦いです。実はこのジャンプをこう読んでる時に、まあ、雑誌ですのでこうパラパラとめくってて、ちょっとラスト近辺をちょっとちらっと目に入っちゃったんですけど、なんかその言い知れぬ不安みたいなものを感じました。それがファーストインプレッションだったんですけど、まあ、内容の方は結構その、まあ、普通にギャグと言いますか、まあ、普通が売りの佐藤くんと、最近登場してきた、不幸すぎる少女鈴宮さんみたいな話でした。で、まあ普通すぎる普通も超能力なんじゃないかっていうのと、まあものすごい運の悪さも超能力なんじゃないかみたいな話題が出てますが、まあ内容はちょっとラブコメっぽかったりして、面白かったですね。で、この鈴宮さんは本人が悪いというよりはもう呪いのような感じで運が悪い女の子なので、まあ運の悪い事故が起きて、そしてその結果、まあ、ダメージを受けて痛そうな顔をしている様子とかはちょっとこう胸にくるものがありました。なんかね、そのギャグだけど違う感情がよぎるっていう感じがありますね。キャラクターが女の子だからっていうのはあるかもしれない。そしてまあ新キャラの鈴宮ひーの関係にはまあ、ずっと出ている霊能力者の鳥塚とも関係あるわけなんですが、でまあ、今回はまあなんだかんだ言ってギャグ回なのかなって思っていたら、まさか次回へ続くというあたりが、衝撃的でした。なんかその、サイキクソの災難は、ずっと2年生、高校2年生をループしている話なんですが、なので、実際の私たちが生活している時間でいうと、3月ぐらいに、時間がループしている理由が描かれる回が、シリーズとしてここ数年やられてるわけなんですけど、なんかそのそろそろ来年の春ぐらい本当に、作品が終了するのじゃないかななんていう気がしています。っていうのはもう人気のあるなしとかじゃなくて、作者がそろそろ終了したいという意向を変えたんじゃないかなと。まあいつまでも続く世界観なので、まあ、人気のあるうちは続くわけですけど、せっかくその、春先3月末ぐらいに物語が完結するという設定があるわけですから、まあ実時間に合わせて終了したいっていう思いは作者にあられるんじゃないかと、想像しています。まあそう考えてみると、徐々にその3月末に起きることに向けての何か伏線が集約されていってるような気がします。もしかしたら佐藤くんの普通すぎる能力っていうのが、まあ、あの事件に関して関わってそれを回避することにつながるかもしれませんし、鈴宮さんの、不運すぎる能力っていうのが、まあ、関わってくるんじゃないかなとか思っています。おそらくこう作中のキャラクターの全員の力が何らかの形で作用してあの事件を回避するんじゃないかなんていうふうに思ってますが、今回の内容からも、そんなふうに思いました。で、さらに次回続くわけです。てなわけで、次回の内容が、気になるところですし、もしも最終回に関わってくる話であるなら、来週はもうちょっと突っ込んだ何かがあるかもしれません。はい、っていう感じの、ジャンプ感想でした。来週も楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら。